猫舌。あっ、バイト暮らし、変わり者。サンタクロースは知ってるよね。いや、知り合いじゃない。この男、実はどんな仕事も完璧にこなす最強の殺し屋、ファブル。そんな彼は今、兄弟のふりしてここに住んでいるのは何のためでしたか。普通の暮らしをするため。つまり、トラブルや喧嘩はダメ。子供たちは国の宝です。チラシをお届けに参りました。知り合いか。歩けなくなったのはその事故のせい。その時は全部で5人殺した。生き延びたやつもいる。俺だよ。恨みを晴らす。俺たちでファブルをやろう。生半可なやり方じゃダメだ。計画だよ。絶対罠だよ。あの時涙を流していた。責任や。普通ってのはそういうもんやろ。誰も殺せないんだよ。けど行く。お前の両親殺したのは一人で来るなんて舐められたもんね。私にも銃を貸して。バブル、早く吹っ飛べよ。ねえ、大丈夫？大丈夫や、問題ない。どこがよ！徹夜で書きました。徹夜だ。どういうこと？違うんか、右と左。